後ろの車、水野俊彦選手、変態チャンプのマシンなんですけども、今日ここね、恵比寿なんですけど、恵比寿の中でも皆さんご存知でしょうか、パワービークル、に車が今止まってるんですよ。なんかね、作業をちょっとなんかアライメントなんかお願いしたみたいで、でね、ここ最近で、変態チャンプの方からいろんなね、ちょっとフォーミュラー D にまつわる話を聞いて、もう聞きたいこともいっぱいあってね、なんかあとガルドリさんの動画でなんかね、意味深なやつちょっと見たんだけど、それもねちょっと突っ込みたいなと思うんで、まあ、とりあえず行ってみましょう。いやー、はい、こんにちは。アツオシさん、チャンネル違うわ。違うか。これどういうチャンネルだっけ。これね、なんかね、フナムシ君っていう、あの誰も見ないやつね。いや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 。本当ひどいわ。ひどいわな、そうだわ、うん。どうもおはようございます。おはようございます。おはようございます。お盆よ、お盆。本当だよ。なんでお盆に来んのよ。本当だよな。暇だな。トシちゃんと俺休み合わないからさ。確かにそうだよね、こういう時しか合わないからね。そうそうそう、うん、まあお盆、ゴールデンウィーク、そうだね、あと大会の日、あーそうそうそうだね、 あとはほら今時のね、うん、もうあの携帯電話という便利な機械でテレビ電話話すというね、もう話長いから、もうカップルより長いんだから。ああ それはね、うん、俺の家族もそう思ってる。あ、そうでしょ、またあいつと長電話してるわ。うちの家族もそう思ってるから。あ、本当迷惑だわ。だって大会の日だいたい電話してくるからね、夜。大会の日、ああそうだね、風呂入ってる時電話してくるから、ほんともう裸でもやめてみたいなかなっちゃうから。確かにこの前全裸だった。全裸でもうお湯張ってたから。あ、まあどうしたの、あれなんかさ、うん、どうしたの、とりあえずなんか車今動いて、そう今ね、あれちょっとこれさ、うん、おお、これねえ、あれこれちょっとどこよどこよっていう話でさ、どこ、オープニング言ったけど、ほら見てよ、看板かっこよくね。そうなのよ、パワービーが夜光るんだよ。夜光る、ディーラーみてえじゃん。そうディーラーなの。ディーラーなんだ、もうそうディーラーなのよここ。しかも便利だね、恵比寿内でさ整備してもらえるの。いやほんと便利だよね、助かるよね。ね、うん、で何アライメントやったんだって。そう、お、え、狂ってたの。うん、狂ってたかどうかを確かめに来た。あー、そうなの、うん、え、ビビってんじゃん。違う、買ってから一回もアライメントやってなくて、実は。え、逆に一回もやってないの。逆にビビるわ。逆にね、うん、そう、いやいや、取れよ。本当にそうだ。そうなんだ。いや、ほら、パワービークルもさ、アンディが今年出てるから、うん、あー、いつでもいいよみたいな感じじゃなかったからさ。あー、うん、まあまあね、あの J2 と J1 で違うからさ、そうそう、ライバルではないけど、うんうん、まあそうね、でもね、元々ほら、なんていうの、風間王とのね、うんうん、まあちょっとは近い感じあるじゃん。そうだね、つながりはあるからね。そう、みんなつながってるから。そうだね、うん、で仕上がってどうだった、まだ内容聞いてないの。内容聞いてない、あのシートもらってないし。ああ、ちょっともらおう早く。そう、お金はねまた明日でいいよって言われちゃったから。あ、そうなんだ、うん、あ、なるほど。そのまま逃げようかなと思ってるけど。え、じゃあさ、とりあえず数値見ようよ。そうだね、うん、アライメントのデータ、今手元ないんだ。ないって。そうか、あ、ちょっとプリンター壊れてるわって。おー、え、でも依頼してる数値はあれなんだ、うん、自分で分かってるからいいんだ。そう、一応あれにして、あれに、あの秘密のデータにしてくれるっていうやつあるんで。それはあれの何、うん、藤野さんの時にやったのと同じイメージ。同じデータでとりあえずやってもらって。そっか、やべえ、トシちゃんパワービークの中に潜入しちゃった。おお、これぐらいのガレージ欲しいよね。すごいよね、ワイルドスピードの世界じゃん。そう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 、そんな感じ、そんな感じねえ、うん、ちょっと4枚が多い感じ。うん、あ、でも1音もさすがのやっぱモティーズがいっぱいあるね。そうだね、モティーズしかないね。あ、すごいね、リフトが4機か全部で。そうだね。トシちゃん、ちょっとじゃあ、はい、どうなん、え、あ、でも、ほんか、今回初めて仕事出したんだもんね。うん。今まで一回もないのか。うん、ない。ああ。じゃあ、とりあえず、うん、車を動かそう。そうだね。行こう、もう。はい。さあ、車をね、引き上げて。あっ。そうそうそう。今の演技。パワービークルでもすごいね、いっぱいね、車あってね。お
カメラ目に入っただろ今。あ、撮ってたのね。いや撮ってるわ。いやお疲れ様です。いやとしちゃん、はい、動画さ見てたわ。あ見た？ガレドリさんのさ、うん、チャンネルであのスゴーのオンボ、うん、オンボードって言わないのかな。車載映像ですね。車載のインカメラって言えばいいの？うん。いやあんなの動画にすると思ってないじゃん。まあそうだね。でも、うん、多分ガレドリさん的に思ったよりこれいい撮れ高じゃないって思ったんだろうね。そう言ってた。なんかいい表情してたよって言われて、うん、俺はだから負けた時に確かにクソってなってたから、うん、その表情のをした記憶はあるけど、うん、あの帰り道あんな感じだったことは記憶にございません。なるほどね。そう、そこを引き抜くガレドリさんの編集というかその見抜く力というか見逃さない力というか、まあ、そうだね。まあプロだもんね。いやすげえなと思って。あんなのだって俺が自分で謝罪取ったらだってあんなの見ないもん。最後まで、まあ、見ても意味がないと思うもんね。そう、でもあそこをちゃんとチェックしてこれネタになると思ってるわけでしょ。そうだね。ガレドリさんすげえな。やっぱ船虫にはない力だよ。すごいな。強いものにはあれだね。なんかへいこらへいこらして。泣き虫じゃん。いや泣いてないから。泣いてないの？もうちょっとこうくっそーってなっただけだから。あ、本当？うん、まあ真実はさ、うん、まあいいけどさ。まあでも悔しいっていうのはさ言った方がいいとは思うけどね。いや悔しいよ、そりゃ。いや悔しいよ、ね、そりゃ悔しいよ。そうだよ、だって毎戦優勝したいんだもん。そうだよね、優勝したいんだもん。優勝は決まってるって言ってね。そう決まってんのに、ちょっと俺がほら歴史を変えちゃってるから。歴史を変えてる。そうほら歴史的にはもう俺が前線優勝する予定だったものを、ああそれバックトゥーザフィーチャーでこっち来て今歴史変えてる状態。ああえて悪くしてってんの。そうあ勝ちすぎてあまりにも人生早くゴールしちゃうから。そう今わざとこう回り道をさせようと。そう、あ今その歴史を変えてるところ。そうか、結果は変わらないんだけど、うん、そのだって本当は F1 乗ってんだからこれ。え、このルートから。いや、じゃあもう過去のルートからちょいちょい変えてんのよ。なるほど、カード乗ったあたりからもう、もう F1 行ってたから、あーこれまずいなと思って戻って、じゃあ F1 ダメだってなって、で、変えて。そうか。そう、で、本当はもっと若いうちに D1 ドライバーなしさんのちょっとまた変えて、あえて遅くして。そう今いろいろやってるところよ。あじゃあ人生2周目なんだ。もう2周も3周もしてるよね、都合よく。あ、そう。あの、たわごとはいいから。はい、ごめんなさい。 それが終わって、で、ほら、つくるま行ったじゃん、ほら、ガルドリさんと。そう、つくるま行ってやっぱね、トラクションないんじゃないって話になって、結局さ、ああ2J 初めて、まあ、乗って、うん、でいきなりハイパワーで、うん、でタイヤもね、ライツだとバリノだったけど今ネオバになって、うん、こう回転が上がるともううわーってなってさ、うん、空転はするのは当然だと思ってるわけじゃん、うん、だからその空転してる時のトラクションがはっきり言ってないんだけど、なんかずっとないと思ってた、うん、でもそれってタイヤだったりパワーでしょうがないものだと思ってた。あー、そういうもんだと。うん、だってうわーってなったら別にバリノだろうがネオバだって空転はしちゃうわけじゃん。まあしちゃうね。だからあーうわーってなってる時ってこんなもんなんだトラクションはと。あー、でもやっぱ踏めないのよ。そうだね、煙少ないなトシちゃんって思ってたよ、ずっと俺は。で俺もいやだって踏めないもんと思って、踏みたいんだけど踏むとこう抜けちゃう、ずるずるずるっといっちゃうから。そうだから、でまあほら1号で別にトラクションがかからない車じゃないと思ってる思い込みもあるから、うん、あこんなもんなんじゃないのって乗ってたんだけど、うん、この前のスゴーでやっぱりほぼほぼ全開域になんない、実は。あれ、そうなの？踏んでるように見えてるけど、うん、極力踏んでるっていう感覚だけで、うん、気持ちよく踏めてなくて、うん、やっぱリアのトラクションかかってないよねっていう
まああれ恵比寿から都合まで一回も乗ってないんですよ。え？ミッションがトラブってて。ああ、じゃあ何？いきなりもう本番なんだ。そう。だからあのまんま来てるから。オイル交換だけしてきてるから。でも優勝した状況でそのまま来てる。そう。だから状況はね。結果が良かった状態だから別に乗りづらいとは思ってないんだけど、その状態で来てやっぱトラクション不足を感じ、やっぱガレドリさんと話してもうちょっとこうリアにかかる力を強くした方がいいんじゃないのっていうので、作るまでテストしようかって話になって、でまあ足ちょっといろいろやって、足のショックのバネの遊びバネがついてるんだけど、そのバネの遊びの量をちょっと変えて、簡単に何だろうな、沈むようにというか、うん、そのストラクション、足のストロークの長さを簡単に言うと変えた感じ。変えて、まあ、ちょっとなんだよ、本当に数センチですごい変わるから、よくなるじゃん。エアーツとかどうする？エアーツもずっと悩んで、一番上は3キロまでやったり、一番下は 1.5 ぐらいまでやって、結局 1.5 の方がいいのに、追走で相手が遅いと内側入ったらフォーミュラ D だと要は限定になっちゃうと思うと、もうそのなんだろう、そうならないように走れるくせに、お腕はあんのに走れるくせに、なんか車でそうならないようにしようっていういう方向にやっぱ頭がいっちゃってて、でそれで上げちゃったりしちゃったんだよね。じゃあもっとトラクションをかけながら踏んでって、で回し込めるような、回し込んで、でラインの内側入ったりしないように、自分が調整すればいいじゃん、腕でね。そうなのに、そうじゃない、車でなんとかしなきゃって思っちゃってて、だから、まあ、久保さんにも言われたんだけど、もっと自信持てよみたいな。自信なかったわ。なんか俺のね、こっからはちょっと印象だけど、なんかあえてトラクションをかけないようにして、なんかフォーミュラー D の走りに僕は合わせてますみたいな感じに見えた。そうだと思ってたの。ああ、そしたらあれだわ、ちょっと上からバカにしちゃったんだ。じゃあだつバカにしちゃいないんだけどそのやっぱさ、俺は車を縦に走らせちゃい癖があるから、それをとにかくなくさなきゃいけないって思ってたから、いかにやっぱトラクションかかっちゃうと俺やっぱ内側に行こうとしちゃうから、それを単純に意識とかで変えて横移動にすればいいものを車でなんとかしようとしちゃってたの。だからどんどんトラクションかかんない車にしちゃってて、でも実際そのトラクションかかんなければかかんないほど横には行くから、あこれで OK ってやっぱ思っちゃってて、これがフォーミュラー D の走らせ方なんじゃないかな。 それをいかに踏めないぐらいトラクションかかんないものを頑張って踏もうってやってる右足が偉いんだぐらいの思ってたけど、なるほどね、違うなと。やっぱこれはトラクションかけて、もう俺を出すかと。そうだね。だから、やっぱり他の選手たちとみんな、これね、恵比寿のあれ見返すと分かるんだけど、あの白煙の量が全然違うんだよ。違うよね。やっぱりだからそのみんなはちゃんとやってんのよ、自分をやってるわけよ。俺だけ自分やってないんだよね、なんかごまかしてんだよね、フォーミュラ D だからっていうものを頭の中で作っちゃってて、だからもう俺でいきます。そういうことだ、もうだから D1 からフォーミュラ D に頭で切り替えようとしたけど、実は、まあむしろなんだろう、車をデチューンしててたっていうっていう感覚ですね。じゃあもう勝っちゃうね。ああ今歴史今戻してるから、ああ帳尻が合い始めるんだ、でこっからまあ奥伊吹があって、で、日光があって、で岡山か。そうです。でその3戦でおしまいと。ここでは残りの3戦でめっちゃ頑張って、まあ、ランキング1位にね、今ちょっと何位？7かな。今 7？ まあ結構混戦状態なんだけど。そうだね、ぶっちぎり感はないもんね。ぶっちぎりはいないんで。そうだよね、まだ3戦もあればどうにでもなりそうな気がする。だからみんな上位にいる人みんなどっか1戦は落としてるんだよね。で唯一俺だけ予選落ちしてるの1回。
だからそこの16残ってない点数がやっぱでかいって。なるほどね。そうか。今現時点で1位は？マイキー。マイキー。おお。そうか。やっぱマイキー強いの。マイキー、そうね。安定したからね。3位と優勝でしょ？はいはいはい。でこの前エビサ16落ちたけど。うん。そっか。うん、じゃあ今日はそのね、奥伊吹戦間近ということで、はい、うん、これ奥伊吹の本番の前の日ぐらいにじゃあしたら、あ、そうだね、うん、あげるイメージで、そうですね、うん、で今日はその仮想奥伊吹ということで、うん、恵比寿のスクールコースに来てます、はい、スクールで左コーナーなんで奥伊吹は、うん、もうちょっとね、あるちっちゃいですけど、まあ、それをイメージした走らせ方で、そのトシちゃんの今言ってたトラクションをかけながらも、あの旋回させるフォーミュラー D の走りのイメージ、そう、もっとそう踏み切る方向で、うん、奥伊吹は実際の本番のコースでも2速メインのコースなのかな、3っぽいね、3っぽい、3で書いて持っていく感じ、3でいっちゃった方がいい、多分2だとただレブルだけど、なるほどね、3でじゃあ黙々だ、はい、黙々でしょうね、スクールコース3位入れんのなかなか大変そうだね。ねえ、スクールは2位かな。スクールは2位。スクールも初めて走るから。あ、この車？うん。あ、そう。うん、走んだりも。まあでも、3とか2とかじゃなくて、要は今回はその車の、そうだね。うん、動かし方というか、うん、使い方、うん、が、まあ、ちゃんと確認取れればいいのかなって。そうだね。アライメントも、前のその、測る前の、要はエビですぐ走った状態のアライメントをさっき見てきたけど、うん、シートはくれなかったけど、まあ、データ残って画面見てきたけど、ひどかった、ひどかったそりゃダメでしょっていう状態だったから、それは今治ったから、え、じゃあめっちゃいいかもしれないねのはず、うん、まあ逆によく今までねアライメント取ってなかったなっていうね、その、そうね、買ってきてから、そうね、まあね、達人たちが使ってるからそんな心配はなかったんだろうけど、うん、まあ、ちょっとね、運搬の都合とかでもどうにもなんない買ったのよ、あ、で、まあ、運搬の都合ついてもパワービークルがちょっと今ダメだよとかみたいな、まあそうよね、な感じがあったから、まあしょうがないね、あ、まあじゃあこれでやっと完全体に、はい、なったはずです、ね、なんか聞くところによるとリアのトレッドも広げたんだって、ああ、そうそうそう、なんで知ってんの？いや、ガルドリさんと俺この前話してきた。いつ？EDS の日。ああ、ああ、そっかそっか、そっか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 、あの日か。そうそうそう。あの日、ちょっと話して。トレッド広げて、電車じゃないよ、今。うん、で、ガルドリさん、すごい足回りあれだよ。なんか、詳しいしさ。うん、やっぱね、動画を撮って、動画見てるじゃない。で、うちらの動画見るって、スマホでちょっと見る程度なのよ。どうせ。だけど、ガルドさんやっぱちゃんとこうね、パソコンのでかいモニターで自分の走りから人の走りまで全部見てるわけじゃん、うん、やっぱね、見てると気づくよね、いろいろ、ああ、そっか、うん、気づいてるつもりでもやっぱスマホのちっちゃい動画だと、うん、よく分かってないんだね、ああ、なるほどね、うん、じゃあちょっと今後もあれだね、ガルドさんにその外から見てもらいたいね、そう、うん、まあ一応そういう話はしてるけど、ね、見てって、ちょっとエビスの時の、うん、1アウトゾーン1個目のところ、はい、アウトゾーン1個目の時、一番奥まで飛ばすところのから、からの立ちでしょ、立ち上がりの時の、うん、あの、あれ多分2足で、2足あれ3。あれ 3?、うん、あそこの3で低回転だからなのかね、踏んでも煙が全然出ないの。あの、踏めないのだから。あ、踏んで、踏めないからなのか。そう。もう踏めないのよ。で、ドリフトはしてるけど。そう、空転はしてんだけど、踏めないのよ。ああ、もうじゃあもうめちゃめちゃ我慢したんだ、今まで。そう、だから、本当に、こう、操作でこう、うまく乗ってただけで。ああ、なるほどね。うん。全然、こう、気持ちよく乗れてない。ああ。けど、まあ一応結果は出たから、うん、ああ、やっぱこれでいいのかなって、やっぱ迷い。ああ、そっかそっか。だってこれ、だって勝ったのに、これは違うとはやっぱ思わないもんね。ああ。これでいいのかなって、まだ疑問なんだけど、うん、あ、こういう感じなのかな。そうかそうか、勝っちゃうと逆にそこ分かんない、ね、見えなくなっちゃうよね、そうだよね、うん、あ、そこね、俺とワンちゃんはねちょっと気づいてたかも、ああ、あのトシちゃんのマシンが速くないって思ってた、ああ、そう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 ね、あ、もうだから見ててね常にやばいなって思ってた、ああ、
そうね、そう、やっぱトラクションないよね。そう、やっぱあの時も思うけど、多分このマシンを使ってきた今までの達人たちはちゃんとトラクションをかける方向のセットで乗ってたんだろう ね。じゃないと J1 戦えないもんね。そうだね、だから多分マシンはほら J1 クラスのさ、うん、マシンともやれるんだから、うんうん、だからもうなんかイメージはもうウィリーさせたいよね。ああ、ウィリーするぐらいこうグッてかけた状態で乗ろうとしないとダメだよね。だってそんなイメージ全くわかんないもんね今。そうだね、そう、だから普通にガレドさんにこれ J1 車両だよって言われて、うん、そうだよねみたいな、なんかすごい J2 に合わしちゃってる感じがあって、はいはいはい、ほらみんながあんま速くないからやあげなきゃとか、うん、もう J1 でいいんだよって、あ確かにそうだよなって、なんか普通にそう思えて、もうじゃあロバンペラじゃん。そう、ロバンペラだから、いや違う、ロバンペラだから、あ、トシちゃんがロバンペラだったんだ。そう、ロバンペラがあれ、あ、そう、そういうこと、そう、いや、よくわかんないけど、いや、ちょっとじゃあ、あのそれをさ、スクールコースでみんな見してよ。そう、もうウィリーしちゃうから多分行っちゃうわ、どっか。ねえ、だってそれであれでしょ、このままね、視聴者と一緒に共にそう奥伊吹行っちゃうんだからさ。いや、そうだよ、だってもうみんなの夢を背負って俺は奥伊吹に行くわけだから。まあ、奥伊吹の予選日の前日にこれが上がるじゃん。はい。で、予選終わった日の夜にもまた俺電話しちゃうじゃん。あー、じゃあ風呂入んないようにするわ。電話来るまで。あー、風呂場で出て。シャワー浴びちゃったら。あー。だから、それで本番日も電話しちゃうじゃん。あー、そうだね。もう、これ3日間お祭りよ。また、そう。トシちゃんで、トシちゃんウィークが始まる。トシちゃんウィーク始まっちゃうわ。始まっちゃうか。あ、で、何で、あ、そっか。決勝は動画撮りに来れないもんね。そう。え、だって、まあでもさ、あれワンちゃん行くのかは来ない。ワンちゃん来ないか。そっか。誰も来ない。誰も来ないのか。誰も来ない。ガレドリさんもいないのか。あ、ガレドリさん来るけど。ああ、うん、誰も来ない。まあじゃあ、とりあえずさ、ちょっといいとこさ、ちょっと見してよ。そうだね。なんか進化したなっていう。ね、あ、もう煙の量見てみたいわ。その。そうだね。なんかエアーツがそんなに高くないのに、あ、もう曲も一番低い状態で使おうと思った。おお、いいね、それだよ。だってウィリーしたいんだから。ああ、そうもう勝ちたいより今ウィリーしたいんだから。ちょっと他の参加選手がビビるようなさ、ね、そうだね、なんか急に変わったねみたいな。ね、でやりたいよね。ああ、やっちゃうか。よっしゃ、ダンキしちゃって。ええ。スタビをつけたり外したり今日やるんだって。あれ、おお、外しちゃったんだ。あ、もう外したんだね。違うの、準備できた、準備できた。なっちゃった。決まったね。決まった、決まった、決まった。車のセット完全出たわ。ああ、出ちゃったね。